家族がいなくてかわいそうってみんなそういう目で見るんだよ。違うよ。俺は単純に気になって話してみたかったんだよ。何それ。でもよかった。久しぶり。俺シュンのこと好きだよ。だからシュンも好きになってよ。はあ？なんで帰ってきたんだよ。俺なんかじゃなくて普通の女の子好きになった方が幸せだったのに。幼なじみ婚約者でしょ。連れ戻しに来たのよ。帰ってこいって言う方は簡単だよな。家族がいなくなるのって悲しいよ。だからシュンにはそんな思いしないでほしい。いつか好きになった相手と抱き合えたら。そんなこと絶対叶わないと思ってた。言ってダメになるなら言わない方がいいだろう。引き止めればいいのに。もっと自分のわがまま言えばいいのに。理由なんかいいんだよ。一緒にいたいから。あなたがいないと味わえない。海辺のエドランゼ。シュン、ありがとう。嬉しい。